はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、バキーキングオブソウルズ、動画撮っていこうと思います。ということで、6月に入ったので、まぁ、ちょっとね、月1で新キャラチェックだけ、バキーの方はね、させてもらってるので、ちょっと、やっていこうかなと思います。まぁ、ぶっちゃけね、バキーのアプリに関しては、マジで1日にしか起動してないレベルになっちゃってるんだけど、まぁ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 、誰も動画上げてないし、まあ月に1回ぐらいは上げとくかみたいな、そんな感じですね。というわけで、6月の目玉キャラ、見ていきましょう。我が子相手に手こずる我が子ということで、まさかの半間雄一郎かっていうね。マジか。まあまあまあ、バキと雄二郎と、その父ということでね。まあちょっと見ていきましょうか。ハコンか。米国に勝った男。鬼と恐れられて、ちい男。半間雄一郎。地上最強の祖父、ここに権限。半間雄一郎登場、ということでね。まあまあまあ。だいたい今ね、レアリティが一番高いところね。バキと雄二郎しかいなかったので、まあ、そこで、雄一郎を出してきたかと、いう感じですね。あれやね、ドレスで、おっと、ちょっと待った、よく見たらなんかマウスもいる。まあまあまあ、マウスはね、どっかのタイミングで加わったんでしょうけど。はい、ということでね、まあ、ちょっとなんか引ける無料ガチャとかあれば、ついでに引いていきましょうか。おっと、一心同体レベル600以上じゃないと引けなくなってる。そうなのか。まあまあまあ、じゃあこっちからちょっと引いていきましょうか。ピックアップが選んでない、星8既婚は、まあピクル選んでおくか。で、星8破婚が、半間雄一郎選んでおきましょう。星7破婚、あ、これはドッポちゃんにしますか。あ、いや違うな、ドッポちゃん、んこれ古い順、カツミ、ピクル、オリバー、いや、ドッポちゃんでいいのかな。ドッポちゃん選んでおきましょう。で、星7サポーターをマウスにする。まあマウスでいいのかな。で、星6強魂&サポーター、ここに関しては、まあまあまあ、海王2人を選んでおきますか。そして、王位を選ぶの。王位を選ぶの、半間雄一郎選んでおきましょう。まだあるのか、星7、全部選ばないとどうせ引けないし、まあ、選んでいくんだけど、これもなんかさ、なんでか知んないけど反応が鈍いから、ちょっとね、見て、ほら、動かないんだよ、これ。こんだけ選ばせるくせに、ページ切り替わった時にすぐ、下にスライドしないあたり、なんか、すごい、ストレスかかるガチャなんだけど。まあいいや、引いていきましょう。いけ。激アツじゃ。さあどうよ、激アツじゃ。史上最強を目指して何が悪い。さあ、徳川のじっちゃん演出が入りましたが、どうでしょうか。4つ、一応ね、おっと、既婚ゲットをやっぱ言わなきゃならねえんだよな。勝負はここからだ。おっと、バキー、あー、ハンマーバキー、これあれか、ピクル戦かな、多分初ゲットなんだ。そして、オルチドッポ、またの名をトラ殺し。このドッポちゃんは、あー、でもこのドッポちゃんは割と新しいのかな。多分今ピックアップで選んだドッポちゃんな気がしますね。はい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 、なるほど。あれでも大怪物ハンマーバキって俺引いてなかったっけ。あれか、既婚じゃない方か、星6もあったもんね。で、虎殺しのドッポちゃん、そして、ジャックアイオーですね。クモを私とっていうね、あれだよね、背中の防御力は前面の何倍だっけ。ちょっと倍率までは忘れちゃったけど、おや、攻撃が来ねえなって言って、試合放棄がえみたいな、そんな感じだよね。
はい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 、そしてだ、ちょっと待って、まあ受け取れるやつを先受け取って、お、ビップレベルが上がる。まだ引けるやつあったかな。こっちをじゃあ今度は引いてみましょう。お、ピックアップないのは偉いね。セルフピックアップ選ぶのがね、まあなんかめんどくさかったからね。ということで、じゃあ引いていってみましょう。いけ。激アツじゃ。さあ激アツじゃってことで、史上最強を目指して何が悪い。まあハンマー雄一郎、せっかくだから引き当ててみせようかと言いたいところだが、どうでしょう。はい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 、ドッポちゃん、さっき初ゲットしたのにかける3で出るという、なるほどなるほど。おっと、あー、なんか装備か、装備はちょっと別に、出ても嬉しくないんだよなというところですね。はい、ということで、まあ、今回は、おっと、ここに1日1回無料があったのか、まあ、一応ついでに引いとくか。おそらく大したものは入ってないガチャだと思いますが、激アツジャースがないから飛ばそうか。まあ星5が一枠という感じかな。はい、まあそんなところか。じゃあ、あ、違う違う、応援じゃなくて、闘魂紹介だけ、チェックしておきましょうか。あー、今回加わったのはだからこのハンマー雄一郎ですね。セリフはなしと。はい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 、ドレスね。はい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 、まあ親子喧嘩の最中になんか亡霊のように割り込んできて唐突にね。どういうことなんだよっていう話ではあるけど、エア味噌汁のちょっと手前ぐらいのところで出てきたキャラでしたね。痺れ続ける拳の女。そして全力疾走ハンマーバキ。これがだからその親子喧嘩の時のバキだから、まあバキと裕次郎が、こうやって戦ってる時に、ハンマー雄一郎出てきたよというところですね。はい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 、サポーターでマウスが、いつ加わったのかわからんけど、月の半ばに加わったんだろうなというところか。まあそんなもんですかね。で、さっきのドッポちゃんは星7運んだと思うので、トラ殺しオロチドッポ、そうですね、これがゲットできたということですね。まあでももはや月1のキャラチェックのついでに、ガチャを引くだけになっちゃってるので、まあ多分ね、強化素材が足んなくて、コツを進められなくなってたと思うので、まあその辺もね、ついにはやらなくなってるみたいな、そんな感じっすね。はい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 、まあ一応強化できるのであればしておくか。あー、でもそうか、さっきのドッポちゃんをセットしてから強化した方が良かったか。あー、でも80まで、振動体レベル上がりますね。で、上限解放もして、まだ上がるか。お、85まで上がる。いや、たださ、これ600以上じゃないと、引けないガチャが出てきてたっていうことは、全然これね、290とかだったら、まだ引けないからね。まあかなりバキの方も、見ないうちにインフレが進んだってことなんでしょう。あ、でも300ぐらいまでは上がるだけの素材が、ガチャ引いただけで手に入ってるってことか。まだ上がるね。と言っても、お前まだ307までかかよって言われちゃうけどね。これ600まで上げないとこのガチャ引けないんでしょ。なるほどね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。
よいしょー。